マリオおはよう。今日は2022年9月11日日曜日です。鳴神山駒形登山口に来てます。先々マリオくんとお山です。なんか気になるね、匂いが気になるね。はい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 、なんか食べたぞ。今日もよろしくね、マリオ。マリオ、マリオくん、よろしく。無視だな。飲むかい？は気になるけどな。人が来たぞ。鳴神山登山道、昭和60年川内小6年生作。60年度って、1985年かな。すごい、37年前に建てられた看板だ。今だいたい中間地点ですね。水場まであと5分。よし、頑張ろうマリオ。水場で休憩しよう。だいたいスタートして40分ぐらいでこの水場に到着です。よし、ここからちょっと登ってね、広場に行きます。頑張れマリオ。中間地点の水が多すぎると一気に様の音がなくなっちゃいます。で、静かなね、この森の中、ちょっと苔がね多くて少し神秘的な感じがするところを歩ってきます。がんばがんば。よし、がんばがんば。わかる道。よいしょよいしょ。いいよ。よし、もう少しだぞ。よし、いや、はい、広場に到着。暑いね、やっぱ風ない。ここなら風あるかな。マリオ、こっち来て。ほら、少し風があるかな。ここにはね、鳴神小屋がありますよ。まあ、休憩したり、年末年始じゃなきゃ泊まっていいっていう話でね、ちょっと覗いてみよう。オープン。マリオはね、入れないよ、入れないよ、入れないよ、ダメよ。こういう感じです。あ、誰かの水があるんだね、万が一の時用に。うん、まあ一晩ぐらいは
過ごせるかもね。よいしょ、はい、1、2、はい、1、2、よいしょよいしょ、おおおお、いいね。うん、こっちこっちって、分かってるよ、待ってマリオ、誰か来る。ありがとうございます。すいません、気をつけて。よし、マリオそこの崖登れるか。よしよし、考えてな、考えてな、自分で考えてよ。そこだぞ。あ、待って、人が来ちゃった。あ、どうぞ、すいません、待ってます。そこ、お腹がつっかえちゃうんですよね、ここが。ほらほら、乗れるか、頑張れ頑張れ頑張れ。一回自力で登れたよね、頑張れ。ほら、うんうん、いけるぞ。おおおお、またありがとうございます。頑張った頑張った、嬉しいです。ありがとうございます。よし、頑張ったな、マリオ。あそこ頑張れるんじゃん、手貸さなきゃ。はい、到着。9時57分。いや、トンボがいっぱい。なんで今日人いないの、こんなにガラガラだよ。はい、どうぞ。よしよし、南海さんと、あれ太郎かな、その奥が日本だな。実行しなれと、君がこうやって見ると、あー、今日日光良かったな、クソ、行けばよかったな。鍵山はね、見えないね。鍵山こっち。赤城方面ダメ。谷川もダメだな。ねえ、マリオくん。この山を縦走すると、吾妻山まで行けます。寄り道ダメ、マリオ。こっち。こっちいいです。降りられるかな、ここ。ここはあれだな、ちょっと待って、マリオ。やっぱ俺先行こうよ。届かないから。いっちゃん、行けるようになったな。あれ、前はバックした気もするけど。ね。びっくりだーん。ん？どうやって行く？ゆっくりね。ゆっくりね。お、お、上手になったな。はいはい、ちょっと雲行きは怪しい。こっちよ、
あるよ。展望台見てていい？こっちです。が第一展望台です。ちょっと隠れてるんですけど、あそこに赤城山がこう見えます。うん。ちょっと天気がね怪しくなってきちゃったね。展望台のすぐ脇にこの姫岩鏡、これが5月ぐらいに、まあ、この一帯に咲くんですね。よいしょいしょ、待って、あんまり引っ張んないで、マリオ下がヌルヌルしてるから。またね5月ぐらいに姫岩鏡と、その前にはねカッコソウが咲くんで、それも見に行きたいですね。またおおおお、クヌギダ峠を下山して、まあ、5分もしないぐらいのところにね、こうやって沢の音が聞こえて沢が出てきます。はい、体調水分補給。遊び台湾。はいはい、おいしい水、水質チェック OK。ここの水質もチェックするわ。マリオ、そこの水は安全？お、結構降りるな。そっち戻ってこられるかい？ここ上がってきいよ。あんまり行ったとこ枝もあるしさ。ね、よいしょ。はい。水質チェック OK ですか？良好ですか？待ってよ、やっぱ水大好きだな。待ってる。マリオ、なんか橋が新しいぞ。っていうか橋こっちね、通れる。よいしょ。おお、こういうの辛いんだよ俺には。滑っちゃうんだよ、橋が隙間に立っちゃうんだよ。よいしょ。赤柴登山口に到着です。赤柴のマリオくん、だから赤柴、赤柴峠に赤柴が来た。なんかめっけたぞ。なになに、やだよ。何がいる、なんだい、トカゲとかかな。さっきのトカゲは見失ったのに、すごいすごい尻尾が。いや俺には分かんないよ、何がいるか。マリオくん、よし行こう。ごめんごめん、行こう。鳴神山の川内側で駒形登山口っていうところから山頂を目指しました。片道コースタイム1時間半ぐらいです。この駒形赤芝ルートが一番メジャーなルートかなと思います。まあ、5月になるとカッコソウが咲くので、また
違うルートがメインになるかと思うんですけど、通常はこっちの駒形駐車場の方のが賑わってます。わあ、なんか見つけた。何か見つけたぞ。巨船目だな。見れたかな。こっちかな。こっちかな。帰るぞ。おお、古い車があるね。ボコボコだで。どうやったらこうやって潰れるんだろう。はい、まもなく駒形登山口に到着します。だいたい一周しとって2時間40分ぐらい。山頂でちょっと久しぶりにね、ゆっくりできる山歩きになりました。マリオもなんかトカゲだかなんだか見つけたらしく楽しそうだったよね。はい、到着です。はい、お疲れ様マリオ。マリオくん、マリオお疲れさん。あくびしてる。